どうも、着バスです。今私は、見えますかね、トランプタワーの前に来ております。でね、今ね、トランプタワーの前にいて、一応ね、このトランプタワーの中にもね、一応なんていうんですか、スターバックスとか入っているんで、まあ、観光としては、ね、来れる場所となっております。で、上にはね、大きくトランプタワーって書いてありますよね。まあ、ちょっとね、中入っていきたいと思います。で、中に入りました。すごいですね、すごい綺麗ですね、中で。一応ね、手荷物チェックみたいな簡単なのがあるみたいですね。いやー、中もすごい綺麗ですね。一応ね、入れるところだけちょっと軽く回りたいと思います。で、手荷物チェックがあったんでね、もしかしたら飲み物ダメなのかなと思っていたんですけど、飲み物も別に大丈夫みたいですね。で、下はトランプグリルってなってますね。これはトランプさんのレストランなんですね。すごい。私結構ニューヨーク何回も来てるんですけど、このトランプタワーの中に入るのって初めてなんですよね。で、中はあれなんですね、こんな感じで。レストランみたいにショップとかも入ってるんですね。で、トランプタワーってこんなにあるんですね。本当にアメリカ中いろんなところにあるんですね。ウォールストリートにもあるんですね。ムンバイとかもあるんですね。いや、これは初めて見ました。いや、すごい。いや、こんなにあると思ってなかったですね。まあ、奥もレストランみたいな感じになってるんですね。あ、トランプさんのショップもありますね。ちょっと見てみましょうか。上上がっちゃったんですけど。で、バーも2階にあるんですね。表にはスターバックスの看板があったんで、スターバックスもどっかに入ってるはずですね。でも今上に行けなくなってるのかもしれないですね。エレベーターが塞がれてたんで、もしかしたらただ壊れてるだけかもしれないけど。でも、せっかく来たんで、お土産屋さんも見てみたいですね。すごいですね、トランプさん一色ですね。チョコレートとか何でもありますね。トランプも、トランプだけにトランプもあるって感じですね。ちょっと狭いんで、店内に入るのはちょっとやめときましょうか。いや、ここ面白いですね。
完全にここも観光地化されてる感じですね。今ツアーの人たちもいましたね。こっちにもトランプさんのショップがあるんですね。トランプストアって書いてありますね。He's saying there's a sports shop up here. I'm telling him, try to find it and let me know where it's at, because I never seen it. It used to be. Sorry? It used to be, long time ago. Long time ago? Yeah, Finland. 50 years ago. Yeah. ありましたね、スターバックス。コーヒー。やはり、エスカレーター壊れてるだけでしたね。ここも一周見て、戻りましょうか。あ、もう本当にここはスターバックスだけなんですね。こんな感じとなっています。エスカレーターが壊れてんじゃなくて、エスカレーター点検してたんですね。いやー、こんな素敵な建物だとは知らなかったですね。もっと早く来ればよかったって感じですね。ここは最上階っていう感じですね。上から見るとこんな感じです。本来はテラスみたいなのが行けるけど、今日はクローズしてるみたいですね。ごめんなさいって書いてありますね。それでは出たいと思います。いや、思った以上に結構ちょこちょこお店入ってていいですね。食事とかちょっと休憩するにはちょうどいいんじゃないかと思います。いかがだったでしょうか。今回はトランプタワーをね、ざっくり紹介させていただきましたけども、いいですね。今トランプさんが大統領なんで、ぜひ、訪れてみてはいかがでしょうか。今回の動画が役に立った方は、いいねチャンネル登録をぜひお願いいたします。